ばネルケさん、グランツワイトの木について何か情報見つかりました？いえ、まだ何も。こちらでも調べてはいるのですが。そっか。じゃあ今後も片っ端から調べていくしかないのかな。けどマリーさん、この辺りを全て調べて回るのってすごく大変ですよ。人手を増やして手分けしたとしてもかなり時間がかかっちゃいます。そうなんだよね。何かいい方法ないかな。空から調べるっていうのはどうですか。マリーさんもエリーさんも空を飛べますし。ざっと探してみたんですが、空からはそれっぽいのが見当たらないんですよ。実際ベストバルトに来るまでそれらしいものは見ませんでしたからね。きっと見つかりにくい場所に隠れていると思うんですよ。言われてみればそうかもしれませんね。これまで見つかっていないわけですし。けれどそうなるとやっぱり歩いて探すしかなさそうですね。それじゃ探してきてくれる道具でも作ろうかな。え、それってまさか生きてる道具を作るってことですか。そうそう、その道具にすごそうな木を探してきてくれって頼めば見つかるかもしれないでしょ。ダメですよ、生きてる道具はもっと簡単な命令じゃないと聞いてくれないんですから。それにもしうまく動かなかったら他の問題を起こすかもしれないでしょ。んー、いやー、自動で特定の素材を集めてくれるカゴとかは使い続ければ運よく見つかるかもしれないよ。それにそういう道具があればみんなが外に行った時もっとたくさん採取できるようになっていいんじゃない。はあ、それならいいですね。しかも面白そう。ええ、それにもしそういう道具があればもっと効率よく素材も集められます。よし、それじゃあ決まりだね。レシピをまとめて調合してみよう。そうですね。こんにちは。そうね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません。こんにちは。ありがとうございます。
に役立つ材料がもっと見つかるといいな。いい香り。調合して香水でも作れないかしら。どなたにお願いしますか。何にします。季節はどうなっているのかしら。季節の確認をいたしましょう。いらっしゃい。何がどう変えますか。どう変えますか。どなたにお願いしますか。季節はどうなっているのかしら。ちょっと休憩しよう。うわぁ！何？屋敷の外からすごい爆発音が。それに今の声、もしかしたら怪我人が出てるかも。急いで確認しないと。なるほど。それではその道具の効果でここに来た。はい、なんか爆発しちゃったみたいで。ミスティ、早いわね。一体何があったの。はい、こちらの方はユーディ様。調合した道具の効果で来られたそうです。調合ということは、あなたは錬金術師なんですか。はい、私はユーディット・フォルトーネ。ちょっと長いんでユーディって呼ばれてます。ユーディさんですか。お尋ねしたいんですけど、どんな道具を使われたんですか。竜の巣の時間を遡る道具です。私過去に飛ぼうとしてて。待ってください。過去に飛ぶなんて、そんなことが可能なんですか。実はさっきまで未来の世界に行ってて、今は過去に戻る最中だったんですよ。ただ多分失敗作だったんでしょうね。いつの間にかここに前と違って全然知らない場所だし、今度は帰るの大変そうだな。ことも投げに言ってますけど、ユーディさん、時間を超えるのって簡単なんですか。まさか、そんなことありませんよ。材料を集めるのすっごく大変だし、この辺りで見つかるといいんだけどな。そうですか。ではもしよろしければ、ここで錬金術師として働きませんか。材料を集めるのにも資金は必要でしょ。報酬は弾みますよ。本当ですか。ぜひお願いします。お邪魔します。こんにちは。ありがとうございます。気がつかなかったな。次からはこっちでやろうっと。マリーさん、新
新しいレシピを試していたんですか？違います、違います。新しい調合方法を試していたんです。調合方法ですか？はい、今までも同じ材料を使ってこれと同じ道具を調合したことはあったんですよ。ただ他の錬金術師たちと話してたら、みんなそれぞれ違うやり方で調合してたんです。それで試しに私もやり方を変えて調合したら、前よりもいい道具ができたんですよ。やり方を変えても同じものができるんですか？はい、加える順番とか釜に入れた後の工程で品質は変わりますけど、同じものができるんです。地域によって材料の数も違うみたいですね。この辺りは地域というより環境差かな。なるほど。材料は気候によって手に入れやすかったり品質が違ったりしますからね。そうなんです。私の国では入手が難しいものもいくつかあるんです。だから今のうちにいろいろと試しておこうと思って。それにこの方法を応用すれば新しい道具が作れるかもしれませんしね。新しい道具楽しみですね。どんなものを作るんですか？まだ何を作るかまでは決めてませんよ。そうなんですか。でもマリーさんが作る道具本当に楽しみです。ありがとうございます。できたらネルケさんにも教えるから期待して待っててください。絶対に面白い道具になるって約束しますから待ち遠しいですね。これは普通のカゴに見えますけど、本当にこれが自動で採取してくれるんですか？うん、試しにここに余った材料を置いてみると、まあこんな感じで一人でに拾うようになってるんですよ。勝手に拾い続けないように対策もしていますので、誰でも気軽に使えるようになっていますよ。それは素晴らしいですね。これならみんな喜んでくれるはずです。ええ、あとはグランツバイトの木に関する手がかりを見つけてきてくれれば。見つかった場所を私たちでくまなく調べればいいですからね。ええ、この道具があれば何か手がかりが見つかるかもしれません。お二人ともありがとうございました。早速使ってみます。はい、私たちも調査を続けますね。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。採取に行くのってまだ慣れないな。これはどうだろう。帰ったら調べてみようっと。爆弾の材料になりそうなものは。敵がいるよ。問題ないよね。ネルケ様のことはあっしが守りやすのでお任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも私の剣の腕前もなかなかでしょ。取っておきましょう。このくらい余裕でさ。
数の成果ね。今度はさらに結果を出しましょう。ネルケ様、どちらになさいますか？施設の確認をいたしましょう。商品を決めましょう。この辺りはどうなっているのかしら。どの建物を建てましょうか。どこに建てましょう。建設を開始いたします。どなたに依頼されますか。どれを建てようかしら。場所はどうな、建設を開始いたします。どなたにお願いしますか。これで問題ないかな。誰に頼むのがいいかしら。どれを建てましょう。これで問題ないかな。これで問題ないかな。これでいいかしら。施設の確認をいたしましょう。調合をお願いできますか。すみません、何にしましょうか。いくつ頼もうかし。こちらを依頼、再考いたしましょう。こちらを依頼いたします。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。はい、何にしましょうか。この通りにお願いいたします。了。こんにちは。すみません、こちらはなかった。すみません、どれを作る。いくつ頼もうかしら。これをお願い。依頼する道具でございますが、いくつ頼む。わかったわ、任せて。こちらの依頼をお願いします。この辺りはどうなっているのかし。施設の状態は。どれを栽培いたしますか。どの商品を並べようかしら。誰にお願いしましょうか。どちらの商品にいたしましょう。どれを栽培いたしますか。何にしましょうか。どちらになさいますか。
施設の確認をいたしましょう。調合の依頼でご…いらっしゃい。何にしましょうか。いくつにいたしましょう。はい、これを作りますね。依頼する道具でございますが。すみません、こ再考いたしましょう。こちらを依頼いたし、この通りにお願いいたします。何にしましょうか。施設の確認をいたしましょう。調合をお願いできますか。じゃあキャンセルで。何にしましょうか。いくつ頼む。こちらを依頼いたします。この通りにお願いいたします。そうですね。こんにちは。そうだな。こういう開けた場所に来るのってやっぱりいいわよね。これはどうだろう。帰ったら調べてみようっと。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。爆弾を使う場合は周りを見てからにしてくださいね。分かってますよ。あの時はたまたまです。これは調合の材料だね。補充しておこう。錬金術に使えるかは分かりやせんが、とりあえずいろいろ集めます。調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。失礼いたします。どなたに依頼されますか。お仕事内容か。何にしましょうか。これで問題ないかな。何を栽培しようかしら。どなたにお願いします。
お仕事内容を確認します。何にしましょうか。何にしましょうか。何にしましょうか。施設の確認をいたしましょう。どの商品を並べようかしら。施設の確認をいたしましょう。調合の依頼でございます。再考いたしましょう。こちらの作業は止めてください。すみません。依頼する道具でございますが、いくつにいたしましょう。はい。依頼する道具でございますが、これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。調合の依頼でございます。じゃあキャンセルで。じゃあキャンセルで。依頼する道具でございますが、いくつ必要かな。こちらを依頼、何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。これをお願い。再考いたしましょう。こちらを依頼いたします。どれを作る。この通りにお願いいたします。誰にお願いしましょうか。ここで熱を加えちゃうと必要なものまで抜けちゃうんです。だから面倒だけど、この方法で調合するんですよ。なるほど、そういう理論なんですね。教えてくれてありがとうございます、リリーさん。いえいえ、このくらいいつでも聞いてください。それにしてもリリーさんは教えるのが上手ですね。さすがは先生といったところでしょうか。言われると照れちゃいますね。それに私なんてまだまだですよ。私より優秀な先生なんていくらでもいますし、経験だって浅いです。それに錬金術師としてもまだ旅に出たばかりで、修行中の身ですから。そういえばリリーさんは先生をしていたのに、どうして旅に出ようと思ったんですか。実はずっと目標だったアカデミーの建設が終わったのがきっかけなんですよ。完成したアカデミーを見て、この場所で自分がすべきことは終わったと感じて、それで次にやりたいことを考えたら、旅に出たいなって思ったんです。そうでしたか。でも
どうしてアカデミーの先生にならなかったんですか？せっかく目標を叶えたのに。確かにそういう気持ちにもなりましたけど、それよりもまだまだ自分も学びたいって思ったんです。アカデミーを完成させるために錬金術を頑張って、やっぱり自分は好きなんだと思って。それにアカデミーで教えるにしても先生が知識豊富な方がいいですからね。でもアカデミーのことは心配じゃないんですか？それなら大丈夫です。はい、それにあの二人ならきっと立派な先生になれる。そう思う人がいたからこそ安心して旅に出られたんです。そうでしたか。じゃあその方たちの分もたくさん見て回らなきゃですね。はい、せっかく旅に出たんです。錬金術を極めるまでは帰りませんよ。出発しましょう。迅速な行動が大事でさ。調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。疲れやした。うん、これは役に立ちそう。どんどん進みましょう。この通りにお願いいたします。了解。
ありがとう。やあ。ありがとう。失礼するよ。情報は大切ですからね。調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。何か使えるものがあるといいのだけれど。油断せずに行きましょう。メルケ様のことはあっしが守りやすので、お任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも、私の剣の腕前もなかなかでしょ。見慣れたものから珍しいものまで、本当に面白い世界ね。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。敵がいるよ。さあ行きましょう。こうして採取してると昔を思い出します。みんな元気かな。帰ったら顔を見せてあげては。きっと喜んでくれますよ。誰に頼むのがいい。どちらになさいます。施設の状態はと、どの商品を並べようかしら。どの商品を並べようかしら。どちらの商品にいたしましょう。どの商品を並べようかしら。施設の確認をいたしましょう。いらっしゃい。何、どう買えますか。こちらを依頼いたします。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。はい、これを。こちらの依頼をお願いします。了。調合の依頼でございます。何にしましょうか。いくつ作ります。これをお願いします。こちらの依頼をお願いします。了。誰にお願いしましょうか。何にしましょうか。
どちらになさいますか？施設の確認。施設はどうなっているのかしら。こちらの様子はどなたにお願いしますか？調合の依頼で依頼する道具でございますが、いくつにいたしましょう。いくつ頼もうかしら。こちらを依頼いたします。依頼する道具でございますが、いくつにいたしましょう。これをお願いします。何にしましょうか。いくつ頼もうか。わかりました。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。これをお願い。こちらの依頼をお願いします。これで今回の課題も達成できたわね。素晴らしい仕事っぷりだったよ。これで今回の課題も達成だね。あなた、なんで当たり前のように部屋に上がってきてるのよ。いいじゃないか。君も僕を呼ぶ手間が省けて時間の短縮になってるだろう。もういいわ。言ってもどうにもならないし。ところで、さっきも言ったけど、ネルケ城の仕事ぶりは素晴らしいものだったよ。その証拠に、この短期間で順調に人が増えているじゃないか。今回初めて直接この目で確認したけど、もうここまでできるようになっているとは驚いたよ。ありがとう。その賞賛は素直に受け取っておくわ。ただ、ここまで短期間での発展は私の力というよりも錬金術師の皆さんのおかげだわ。錬金術の力がなければこれほどの勢いで発展させるなんて不可能だもの。ああ、そのこともあってどうやら定住者も増えているようだよ。ここには他の地方ではお目にかかれない珍しいものも多いからね。それに加えて建物が次々と出来上がっているんだ。かなり魅力的な土地に移っているよ。確かにそうかもしれないわね。担当管理官としても誇らしいわ。それじゃそろそろ次の課題について説明しようか。次の課題はこれさ。また何かあったらいつでも確認してくれたまえ。ええ、わかったわ。次の課題も絶対に達成してみせる。期待してるよ。それじゃあね。
それは…そうだね。